ばんは。こんばんは。さっきっていうか今なんかダンスのなんか大会じゃなくて、なんて言うんだろう、ダンスのなんか大会みたいなイベントみたいなのやってて、テレビでそれを見てたんですよ。たまたま流れてたから。でもなんか最後の人がすごすぎて、それを言いたかった。なんかナンバーワン決定戦みたいな、もうすごすぎて人間じゃないみたいっていうのだけ言いたかった。今あやってるよね、そうテレビでね。なんかもうね、口で伝えれない、すごすぎて。なんか AI 見てるみたいだった。そう、たまたま流れてたから見てたんだけど、すごすぎて。すごかったっていう、それだけ。それだけ。賞金100万なんだ、え、すごい。そこは知らなかった。もうただただダンス見てた。いや本当にすごすぎて、なんかもうね、口で説明できないんだよね。人間じゃなかった。いやめっちゃすごい、褒めこ、うん、すごいっていう意味ね、もちろん。すごすぎてなんか同じ人間と思えなかった。っていう、この興奮が伝わってたら。あ、そんなすごかったんだなって思ってて。見てなかった方はね、え、大人の方もいたし、もう小学生とかも思ってた。人間じゃなかった、人間じゃなかった。1000万だよ、あ、1000万なんだ。そう、すごかった。なんかね、一番最後の方がそのこうさ、鉄棒みたいなやつでこういうやつあるじゃん、足こう動かしたり、こう筋肉でこうみたいな、それでやってて、ちょっとやっぱ口で説明できない、本当に難しい。なんか鉄棒にこう鉄棒にさ、わかる？そう、鉄棒にこう捕まって、まず斜めになってたのね、こうやって斜めになってたの、こういう感じで、この斜めになるのですら無理じゃん、普通鉄棒で。あ、そう、懸垂みたいな感じ、こうしたじゃん。そしたらここにこう足を乗せて、こう足を乗せて、ここだけ支えで反ってたのね。すごくない？無理だね、もう無理だ、これは説明できない、もうすごすぎて、なんせすごいってことです。難しいよね、そうだよね、口で説明できないこれ。そう、すごかった、すごすぎるんです。ポールダンスじゃなくて、懸垂でぶら下がってちょっと上がって、まず斜めになるじゃん。まずね、
で懸垂でぶら下がってまず自分の体がを斜めにしてたの。これだけでも まず難しいじゃないですか無理じゃん普通に。えでまずその無理な姿勢から肩車状態で女の人が乗ってて肩に。で懸垂になってるからこのぶら下がってる人は斜めになってるの。だから女の人もこう斜めになるんだけどもう足でしか支えがないのね無理人間がすることじゃなさすぎてすごすぎて無理。説明できないけどなぜすごかったっていうこの興奮が伝わってたらそれでいいですいやすごすぎた。説明できない。あ、高広先生いらっしゃいました。そう審査員の方がいて何点何点何点みたいな。あ、そういえばあとブログ上げたのでぜひ見てください。あとインスタも上げました。昨日のお洋服ね、昨日のお洋服全身写真も載せました。昇格後初ブログね、そうです、その通りです。見てくださいな。そう昨日一昨日のトーク会と握手会で、あ、トーク会と握手会ありがとうございました。本当にたくさん、そう、その時に写真あげてねみたいな。優勝決まったの？見れてないそりゃそうだね、今してるからそう、トーク会と握手会の時になんか全身写真載せてねみたいな感じでたくさん言ってもらったのでやっとお子さん載せれました。やっとお子さんあ、韓国のチームすごい、めっちゃすごかったもんもう何してるか分からなかった。でもただすごいのはすごい伝わってすごかった。もう どのチームの方もすごかったそうなので載せれたので見てください。よろしくね、いいねとコメントもよろしくね。なんかどの写真載せようかな、この写真載せようかな、どうしようかなみたいなのをずっとやってて、で昨日、そう昨日の写真もこれ載せようかな、いやこっちにしようかなみたいなずっとやってたので見てください、よろしくお願いしますくるみんだったら何でもいいの？ありがとう、優しいね誰に撮ってもらうこと多いの？あー誰だろう、リーナちゃんかな、
多い。ハートありがとう、ラブレターありがとう。あとはゆうねちゃんかあんずちゃんも多いかな。そう、これこれかな、やっぱこっちかな、うん、どっちかなみたいな。くるちゃん土日のと特化者ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとうね。そう、初めて巻いたんだよね、いっぱい巻き髪もみんなに褒めてもらえたから、やった。同期にも褒めてもらえた。塩しみは良くない、良くないよね、わかる。だから迷ってあのインスタとかにあげなかった写真、あのこれかこれかなっていうので迷ってたりしてた写真はメールに送ってる。そう、それそう、メールにもね、メールもいつもうんこれかなこっちかなみたいな迷ってる。そうなんだよねって言ってたらもう55分だね。もうちょっとで。そう、びっくりして声出た、本当。そう、全身見せてもねいっぱい言ってもらえるから載せれてよかったです。佐藤ありがとう。そう、靴もリボンだった。1日目はもうリボンいっぱい。リボンいっぱい。あー楽しい時間はあっという間ね。びっくりした、今さ1分ぐらいしか私喋ってなかったよね。ね、たわいのない話もいっぱいできて嬉しかった、ありがとう。寂かったので家でいじけながらメルちゃんに投票してました。そう、メルちゃんの投票もね昨日で終わったので、6月16なんだよね、もう私見た。6月16が結果らしい。私もうめっちゃ投票してた、メルちゃんに毎日投票投票って。そう、 X もフォローしたメルちゃんの。もうかわいい、本当にみんなみたいな感じで私もオタ活してるってことで。ランキング読んでいきます。ちょっと早い早い、早すぎてびっくりしてるけど、今日のランキング読みます、いきます。13位、さんありがとうございます。13位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そして12位、さんありがとうございます。12位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして11位ギャルのワンちゃんありがとうございます。11位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして10位ワンちゃんありがとうございます。ワンちゃん10位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。そして9位 M の旗を持った猫ちゃんありがとうございます。9位おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。そして8位ひよこさんありがとうございます。8位おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。そして7位緑と青の服の方ありがとうございます。7位おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。そして6位クロミちゃんありがとうございます。クロミちゃん6位おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。そして5位あられちゃんありがとうございます。あられちゃん5位おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。そして4位風呂敷をかぶった猫ちゃんありがとうございます。4位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そして3位さんありがとうございます。3位おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。
そして2位稲妻さんありがとうございます。2位おめでとうありがとうございます。イエーイありがとうありがとうございます。ありがとう。そして1位メガネをかけた紫の服を着た方ありがとうございます。1位おめでとうありがとうございます。イエーイ1位ありがとう。ということで今日は早いんですけどこの辺でまだいけるね。まだお話しようありがとうございました。ありがとうございました。インスタとブログと X も皆さんチェックしてくださいね。いいねとコメントお待ちしてます。よろしくお願いしますそして幕張のツーショット会のみまだ残りあるので皆さん今日も配信を見てくださっているそこの皆さん、そこのあなた、ツーショット一緒に撮りましょうね。お待ちしてますお花ありがとう。では今日はこの辺で終わりますね皆さんおやすみなさい。今日も一日お疲れ様でした。今週も頑張ろうね。明日公演です。よろしくお願いします。ではバイバーイ。おやすみなさい。ありがとうございました。ちょっとだけだったけど来てくれてありがとう。おやすみ。